ちゃめちゃめちゃめちゃクイズ？はい、こちらは前々回にコーナー発案所というコーナーで採用になりましたラジオネームトミーさん考案の新コーナーでございます。イエイ。はい、皆さんが考えたクイズに私が制限時間10秒で答えちゃいます。まあ、思考時間ですね。考える時間10秒で答えちゃいます。不正回数が正回数を上回ったら罰ゲームが実行されますということで、いや違うんだよこれさ、もうリスナーさん考案コーナーが第2弾ですよね。前回は第1回はお悩み相談いいですかでね、かなりはちゃめちゃになったけど、今回だって腹ねかしかしないでしょ。こんなん10秒だよ、みんなよく考えて。パン一口かじって飲み込んだらもう10秒だからね。いや、やばいよ、これはもう。ねえ、まあ、早速じゃあ、ちょっと行ってみたいと思いますよ！ということで、早速、リスナーの皆さんからのクイズに挑戦していきたいと思います！それでは、スタート！ラジオネーム、ライトンさんからいただきました。二酸化炭素を意味する CO2。O は、酸素を意味するが、C は何を意味する？もうこれクイズじゃないじゃん！やばいやばい。待って、C？ え？え？あ、待って。よし、OK。来たよ。これは来たんじゃないか？はい、行きますよ。せーの！空気！ちょっと待って、わかんないよ！わかんないよ。え、何？炭素かな？ちょっと待って、はい、ということで、正解は、じゃんじゃん、炭素だった！炭素だった！惜しかったじゃん！もうちょっと、いや、くっそー、言葉に隠されてたな。はい、ということで、続いていってみましょう。では、問題です。ラジオネーム、コケッコンさんからいただきました。ありがとうございます。荷物を抱えたおばあちゃんが電車に乗ってきました。ですが、誰も席を譲ろうとしませんでした。なぜでしょうか？ということで、カウント、スタート。やばい。荷物を抱えたおばあちゃんが電車に乗ってきました。すごい。待って、荷物を抱えたおばあちゃんが席を譲ってくんない？あ、席誰も譲ろうとしないか。あー、もうわかんないよ！はい。待って、これ難しい！10秒！じゃあ、回答します。せーの！なんか、ちょっと若く見えた。わかんないよ。わかんないよ。わかんないよ。はい、ということで、回答はこちら！席が空いていたから。あー、そういうことか！そういうことか！なるほどね。それ譲んないわ。勝手に座ったらええやんってなるもんね。そういうことか。やばいよ、今。だってもう2問不正解出てるからね。これもう、やばいやばい。上回っちゃうよ、上回っちゃう。はい、ということで、では、問題です。ラジオネーム、もっちりさんからいただきました。ありがとうございます。ざっとと10回言ってください。ざっと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 。それでは、これらはペンです。と言ってください。This is a pen! え、なんで？なんで違うの？なんで？はい、正解はこちら。これらはペンです。腹立つわー。なんやねん、腹立つわー。腹立つわ。もうなんやの、もうちょっとみんなこれいじめたかんねん。もう、続いて。では問題です。ラジオネーム、ブラジルコーンさんからいただきました。ありがとうございます。関西地方に属する都道府県を7つ答えなさい。よーい、スタート。大阪府、兵庫県、あれ大阪県って何やんな、あれ待って、愛媛、ちょっと待って、7つも答えらんないよ。10秒やで。もう全然わからん。正解はこちら。大阪府、あ、合ってた。あ、京都か。京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、三重県。いや、わからんよ。こんなんだって、順調に言ったって10秒で、まあ答えられるわな。ねえ、もうこれ上回るしかないじゃん。もう罰ゲームしかないよ。もうこんなんだって。今4問間違えてるからね。はい、続いて問題です。ラジオネームトミーさんからいただきました。ありがとうございます。世界中でクラゲは何種類いるでしょうか？ 1、50、2、200、3、1000、4、3000。ということで、カウントスタート。待って。いや、それは結構いますよ。
いやでもそんなことは調べたことはないよ。私は見るのが好きだからね。はい、ということで、私の回答は2番 !200! うわ、もうやらかしまくりやん。はい、ということで、じゃん !4! 3000もおんの !3000 もおんの、うわー、お会いしたいわ、3000のクラゲに。はい、続いて問題です。ラジオネームじゃがりコーンさんからいただきました。ありがとうございます。ファミリーコンピューター、通称ファミコンのソフトで一番売れた作品は何？よー、カトサード、え、ちょっと待って、これわかんないよ。その時代の人じゃないもん。あ、でも、わかんない。そうかな。うわ、どっちかなんだよな。どっちか。うわ、迷うわ。はい。私の回答は、スーパーマリオブラザーズ。よっしゃーしゃーはい。答えは、スーパーマリオブラザーズ。681万本。いや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 。いや、メンツは保たれた。続いてラジオネームパーマン21号さんからいただきました。ありがとうございます。このラジオの第1回で稲見さんが発した第一声は、カウントスタート。え、待って、待てよ、台本を見ればいいんじゃないか。これは台本を見たらいいんじゃないか。来たよ、これは来たでしょ。これ来て、はい、いきますよ。はい、私の回答はこちら、ラジオ .y稲見杏樹のはちゃめちゃめちゃめちゃいいですか。はい、来ました。これ間違えたらもうやってられません。はい、続いてラジオネームジョン・スミスさんからいただきました。ありがとうございます。ヨーロッパに属する国で、国名が日本語で3文字のものを3つ答えなさい。え、ヨーロッパに属する国で、国名が日本語で3文字のものを答えなさい。え、うん、まあやってみよう。はい、カウントスタート。何だって、ヨーロッパってどこよ。何、え、何、アジア、アジア、アジア。待ってよ、わかんねえよ、アジア。ちょっと待って待って、待ってよ。はい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 、私の回答は3つ答えるんだよね。はい、こちら、スイス、アジア、ブラジル、あ、4文字や。もうだって、問題の意味が難しくてわかんないもん、そもそも。はい。正解は、はぁ、正解は、ドイツ、スイス、チェコ。あー、なるほどね。カッコ、ロシア、トルコ、モナコ、マルタ。マルタは聞いたことない。トルコな。トルコアイス好きやからな。いやー、スイスって言いましたよね、でも私。スイスは当たっててんやん。3つは難しいよ。はい、では続いて。ラジオネームロバートさんからいただきました。ありがとうございます。ピザと早口で10回言ってください。ピザ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 。ではここはどこ、収録現場。よっしゃー、こんなんで引っかかると思ってもらったら大間違いです。散々間違えてるくせにね。ラスト、もう挽回の余地ないじゃん、もう罰ゲームだよこれ。はい、ということで問題です。ラジオネームシアンレッドさんからいただきました。ありがとうございます。子供が13人でかくれんぼをしています。6人が見つかりました。あと何人隠れているでしょう。はい、カウントスタート。これわかるよ私。13人でしょ、13人で6人見つかるじゃん。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 でしょ。だから、わかんなくなっちゃった。はい。待って。1,2,3,4,5,6 でしょ？で、1,2,3,4,5,6。はい、はい、来た、来た、来た。はい。私の回答は、7人。なんで？なんで？はい。回答はこちら、6人。6に12。あ、違うんだよ、これも違うんだよ、聞いてくれみんな。意味は分かってたんだよ。これさ、あれでしょ？要は13人でかくれんぼをして、1人は鬼だから、ってか話なんだよ。そう、分かってんの。分かってんだけど、ただ単純に指の本数間違えたんだよ、これ。今だって指でこうやって打ってたもん。もうやだ、分かってたのに。はい、ということで。はい、終了！はちゃめちゃめちゃめちゃクイズに答えてきましたけれども。はい、ということで、不正回数が正回数を上回ったので、罰ゲーム、決行でーす！罰ゲームを受ける気持ちはどうって書いてありますけどね。罰ゲームその場で発表しますって書いてあるんですよ。どうもこうもないですよ、皆さん。
ということで罰ゲーム発表です。もうやだ、私だって前回のお悩み相談だってあれ罰ゲームみたいなもんだったからね。はい、罰ゲームは、栄養満点イナゴの甘露煮。嘘でしょ。いやー、マジマジで缶詰出てきたんだけど。え、本当に。うわ、私こういう罰ゲームマジで生まれて初めてなんだけど。え、これだって、いや、あのね、私の手に持てるぐらいのカンカンなんですけど、ちょっと縦長の、今ブシュって言ったの聞こえた、みんな。待って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 、やだやだ、うえ、マジ。あ、でも匂いは佃煮だよ。マジ、いやー、ごめん、ちょっと深夜にお聞きの皆さんごめんなさい、本当にごめんなさい、マジでキモいんだけど。え、これね、違うの、缶の中に箸入れたらシャクって言った。今ね、お皿の上にね、一個単価で出してるんだけどね、もうね、足がね、足伸びてる、関節がピャンってしてる。きっしょいよ。食べて、食べんの、見るだけじゃダメ、もう十分リアクションしてよ、これもう限界だもん。え、マジで食べんのこれ。ちょっと動いてる、絶対これ動いてるよ。いっちゃん、ちっちゃん食べるからね、食べるよ。もう食べきます。もうね、上尺がこしてんだけど。うわっ、咀嚼音、イヤホンで聞いてる人キモいっしょ絶対。うわ、キモ。ちょっと一個でいいですか、もう限界、無理無理。あ、でもね、いや、イナゴって見なければめっちゃ美味しい。でもなんでイナゴ食べてんのかよくわかんない。なんでイナゴ食べなきゃいけないの私。なんでこれみんな好き好んで食べんの。あ、でも美味しいかも、なんかさ、甘くて甘露煮だからご飯ですよの味する。え、美味しいかも。え、食べれるかも、食べれるようになっちゃった。食べれるようになっちゃった。もう罰ゲームじゃない、美味しいもんだってこれ。あ、食べれる食べれる、かじじむなかったら食べれるわ。うわー、はい、ということで、味はご飯ですよのイナゴの甘露煮を食べるという罰ゲームでした。もうやだー。はい、ということで、私には、はい、クイズはもう向いてませんね。あの、皆さんの、ね、感想等々お待ちしておりますので、それでね、あの、続けるかどうかは決めたいと思いますよ。あ、どれ出てきた。以上、はちゃめちゃめちゃめちゃ